分かれへん。きっと汚くないかね。ねえ。ああ、来たよ、説教タイム。だる。なんでやってんのこれ、ふにゃんでるとこれ片付けない。氷取るもったけど、ダメじゃん。片付けないと。めんどくさいな。ああ、めんどくさいんだって。え、5000円企画は動けないじゃん、見てこれ、すごいもん。Started out just like a lovely story. You were mine and we were really happy. Came around when I was pretty lonely. 皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのロミです。はい。怒られました。見事に、あのね、もう結構まあ自分でも、いや、部屋汚いなとか思ってたけど、まあまた明日明日。まあ今日の夕方やるし。いや、じゃあ明日でいっか、みたいなのをずっと続けてたら、ちょっとかなりやばい状態になってしまいました、私の部屋が。で、あのテスト期間っていうのもあって、テスト期間中にこのくらい汚くなったの。それ前まではまあまだ見てられるかなくらいの汚さだったんだけど、テスト期間入って、まあ、勉強とかめっちゃやって、まあ、片付けをサボってて、でお父さんもね、私の部屋あんま入らないから全然知らなかったんだけど、いやー大変なことになってしまいましたね。でお父さんがさ、5000円企画テスト終わってご褒美みたいな感じで5000円企画やろうとしたんだって。好きなもの買っていいよみたいな。なくなっちゃいました。ああ、でその5000円企画をやるつもりが今回部屋の片付け企画になりました。ああ、最悪。いや、優雅にさ、日の当たる場所で優雅にさ漫画を読んでたのにお説教され片付け開始ですね。でもまあ自分でもちょっとやばいなと思ってきてたから、まあこれを機に片付けますか。よし、じゃあまずはこっから攻めていこうかな。こっからこう片付けていこうかな。まずこれ邪魔だな。これあの畳んだのにタンスにしまわなかった靴下たちですね。しまうだけじゃね。なんですぐやんなかったんだろう。よし、これをタンス。で、これが注文してた段ボールですね。開けて中身だけ出してそのまんま。いらないじゃない、こんなんね、部屋に置いといても。よし、 OK。 これは後でちょっと下に置きます。で、なんでコロコロのゴミとかさ、こんな汚いガチャガチャのカプセル、一旦段ボールと一緒にこっちのとこ。で、私めっちゃコロコロ使うんですよ。ロッキーの毛がすごいので。で、これを、あーなんか、写真立てるガソクが、やっぱカンカンですね。中は何も入って、これは、汚い。これ洗濯。洗濯はこっち。で、ティッシュの箱も、なんだこれ。あ、これがね、もう入らなかったからずっとここに置いてあったんだけど、見てこれ。ウェハースとかのカード。もうあっちに入らなくて、だからここのクローゼットをあんまり洋服入れてないから棚にしたいなと思って。あ、こっち入りそう。あっちに入りそうだから。トドロキくん、ロキおいで。ロキ、大丈夫、ロキ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 おいで。ロキやで。ロキ。いや、ビビッと、さっきさ地震あってちょっと一旦止めて一回行ったんですけど、いやびっくりですね。大丈夫ですか皆さんのところは。ビビビビッと。はい、じゃあ続けます。このファイルをさ、ちょっとここに入れようと思って、このクリア、このファイル片付けるだけでも結構違うと思う。で、あ、ほらいるいる、鬼滅のアクスタが。あれです、ここ置いといて。で、あ、これが新しいファイル。これ後で整理整頓するための。めちゃくちゃファイル買ってるのに入れないっていうね、ちゃんと。よし、何これ、学校のジャージ。袋、なんか
パパのじゃん。はい、部屋が汚くなった原因はパパにもありましたね。で、このフィギュアもね、ずっと飾りたかったの。見てよ、このかっこいい初号機のフィギュア A 賞だよ。いや、これもずっと飾りたいんだけど、見てよ、この棚飾れないの、飾りたくても。だからここを棚にしたい、もう一個で、ホコリがやばいからちょっとコロコロしようかな。これは缶バッチ入れに使える。これは本棚のところに置こう。あのグッズ入りきらなかったら本棚に入れてんの。本棚のスペースあるから、だから本棚のところに入れます。これで、これはいらない。で、このクリアファイルも入るかな。このクリアファイル、こっちに、あ、入る入る。で、この中に、あ、こういうさ、こまごましたさ、グッズ入れたらいいよね。ワンピース、これ友達がね、くれたんですよ。コースター、こまごましたグッズ入れよう、ここに。で、シールもあったんだ、そういえばさ、ファイルに入れたいよ。あとで、このファイルとかの中にカード入れたりするから。で、缶バッジ、呪術廻戦、この、なんとこの缶バッジ、100円でした。セールです。はい。はい。はい、待って、めっちゃ綺麗になったんだけど、部屋が広くなった。成長、成長。で、ワンピースのスケッチ、これね、ここにあったのに、じゃーん、ここにずっと置いてあったんですよ。で、この画用紙どうしよう。何使ったんだ。あ、これそうだよ、パパの部屋から持ってきたんだ。はい、次、この棚、これいらないよ。ゴミ。ここ棚にしちゃえば、あの、こういう、あの、グッズとかをこっちに移動できるから、フィギュアはここら辺で。いや、めっちゃ広くなったんだけど、やばくない？やっぱり掃除するデメリットはないね。ここは終了です。ね、全然違う。ここさ、めっちゃさ、あのぐっちゃぐちゃあったじゃん、ファイルとかいろいろ置いてあって、めっちゃ変わったね。はい、じゃあ次は机とかの場所ですね。ああ、そうだよ、そうそうそう、これ結構アクスタとかめっちゃ買ってたの、ヒロアカの。でも、もう棚とかも全部いっぱいだから置く場所がないのね。これは綺麗にどっかに置いておきます。ヒロアカのセリアの缶バッジ、よし、これ OK。 で、これどうしよう。あ、ポストカードもめっちゃあるんだけど、どこをこう、はい、一旦ちょっと置いといて、この本棚のところで、あ、これ前に当たった一番くじのセーラームーンのやつなんだけど、これもう飾る場所じゃなくて、ずっと開けてなかったの。どうせ開けても飾らないからなみたいな。もう開けちゃおう。はい、片付け終わりました。あー、疲れた。マジで1時間以上はやってましたね、普通に。で、見て、もうビフォーアフターが違いすぎて自分でもびっくり。まずここが広くなった、マジで。こっちも机とかテーブルもね、めちゃくちゃ綺麗にしました、棚とかに置いて。やっぱりまだね、棚がいっぱいだから、もう一個棚増やしたいですね。で、机も綺麗にして、完璧です。で、ついでに、あれ飾ったりします。ヒロアカのポスターを飾ったりして、もう完璧です。で、あと、棚も、鬼滅のポスター貼って、めちゃくちゃ可愛くなりました。よくない？無限列車編のポスターです。で、あの、ここはね、めちゃくちゃぐちゃぐちゃですね、まだね。でもまあ、場所が空いたんで、まだいいんだけど、ここが、スペースがないので、多分次はこっちリフォームします。IKEA で棚みたいなのを買って、ここを棚にして、こうヒロアカコーナーみたいな感じにしたいなと思ってるのでね。これで多分、パパもあの5000円企画を今度ね、やらせてくれると思うから、楽しみなって思っちゃう。いや、やらないらしいです。はぁ。片付けとけばよかった。まあ、これからあんま汚くならないように、ちょくちょく片付けていきたいと思います。前に怒られた時も同じこと言ったと思うけどね。で、部屋片付けて、なんかさ、今まではさ、部屋いつも入るとき、はぁ、汚ねぇ、みたいな感じだったけど、今部屋入ったら、綺麗ってなるから、マジでめっちゃ気持ちが、すごいスッキリしましたね。で、せっかくだから、机も綺麗にしたから、今度机紹介とかもやりたいなと思う。うん、
思うので楽しみにしててください。はい、じゃあということで今回お父さんにお説教されて部屋の片付けをした動画でした。じゃあね、また部屋紹介とか見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。